握手に包まれた今日の最高裁最愛のパートナーの命を奪われた男性の切実な訴えが事実上認められました愛知県に住む内山康秀さん10年前、名古屋市内の内山さんの自宅で20年間一緒に暮らしていたパートナーの男性が殺害されました そのショックから内山さんんは今ででも声を出すことができませ事件後、内山さんは犯罪被害者遺族への給付金を県の公安委員会に申請これは異性間の事実婚にも認められている制度ですが内山さんには認められませんでしたその後、提訴に踏み切った内山さん しかし、これまでの地裁・高裁では訴えを退けられましたその理由は同性パートナーを婚姻関係と同じと見る社会的な意識が醸成されていたと解釈する状況になかったつまり同性だからということで2人の関係を十分に審理せず退けたのです。パーートナがが殺された悲しみが同じでも 社会的な意識が足りないからダメだというならこれを差別というのではないんですか内山さんは最高裁に上告今日迎えた判決では公裁判決を破棄し同性のものであることをのみをもって事実婚関係に該当しないとすることは犯罪被害者等給付金についての法律に照らして相当でないなどとして 同性パートナーも支給対象になると認めたのですその上で内山さんと男性が事実婚に当たるかどうか審理するよう差し戻しました事実上訴えてきたことが認められた判決に内山さんは期待しては裏切られてきたので希望は持たないようにしていました今回最高裁判所の裁判官が 同性パートナーも異性パートナーも同じだよと認めてくれて、ようやく安心できましまた公的な給付金の支給対象になるのかについて、性別での差別を認めないと最高裁が判断、今後、社会にどんな影響を与えるのでしょうか。 はい、改めて今日ですね最高裁が同性カップルも給付金の受給対象に含まれるという判断を初めて示しましたえですから原告の訴えが山田さん、届いたという形になりましたねねそうです、ね、あの犯罪被害者の支援給付金やっぱりお互いに生活を一緒にして支え合っている人たちにそれが急に片方を奪われた時のショック、として経済的な問題、うん、こうしたことの観点からの制度ですから、はい、これを別に、あの 婚姻とかそういうところでそもそも分けることができるのかという判断を最高裁はしたんじゃないかなというふうに思いますね。だからそこから先に進むかどうかというのはこれからやはり同性婚の問題も含めて家制度の問題も含めてもです、ね、検討になってくるんじゃないかなというふうに感じます、はい、この最高裁の判断について専門家の方このように見ています、はい、LGBTQ の差別解消に取り組む三輪弁護士にお聞きしました。 今回の最高裁の初判断当然の内容だが重要な判決だということです同性パートナーを安易に制度から除外することを許さなかったのは大きな意味があることとおっしゃっていますまた同性パートナーの存在を前提としない行政解釈を根本から見直すべき労災の遺族保障 遺族厚生年金なども当然支給されるべきとおっしゃっています崔、はい、さんは最高裁のこの判断というのはどのように感じていいらっしゃいますかそうです、ね、私はこの分は詳しくはないんですが時代の流れに対してやっと司法がついてきたという印象は持ちました、うん、あの自治体によっては同性のです、ね、パートナーシップ証明書を出すようなところもあったりして、うん、そういう動きがあるので、まあ、こういったです、ね、あの同性だからというので差別するのはやはりちょっと違うんじゃないかなと感じていましたね。うん きょうの最高裁の判断を受けて、ですから差し戻し審理、高等裁判所はこれからやっていくということになりますが、どのように進めていくのか、見守っていきたいというふうに思い関西テレビニュース、YouTube チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。